中国上海より F1 の予選をお届けします。素晴らしいセッションとなりそうです。さてアンソニー、激しい予選がまた始まろうとしているわけですが、このセッションで注目しているポイントはどのあたりですか？一番気になるのはミスをしないのは誰かですね。予選での失敗は命取りですが、サポートレースが開催されたので、フリー走行とは路面の状態が違うことを肝に銘じておく必要があります。例えばそれを無視したブレーキ配分だと、すぐにフロントがロックし、フラットスポットができてしまいます。アタックは失敗、タイヤも使い物にならなくなります。15分で大雨になるぞ。15分だ。
これで明日のレースに向けた準備が整いました。しかしまずグリッドの最前列に誰が並んだのかを見ておきましょう。トロロッソ、ハミルトン、バルテリ・ボッタス、予選を終え、あとは決勝を待つばかりとなりました。明日のレースは完全生放送でお届けします。ご期待ください。お疲れ様です。今日はどうでしたか？素晴らしい予選セッションでした。決勝でもこの調子を保てそうですか？予選までには信頼性の問題を解決するおつもりでしょうか？うん、なるほど。